はい、こんにちは、116ウィンズです。ここ2年間怪我の影響で満足に試合に出場することができなかったメッツのジェド・ラウリー、今季も開幕から故障者リスト入りしていまして、今季中の復帰かなり厳しいんじゃないかと多くの人を考えていたんですけれども、実際今季絶望のようでして、球団から公式に発表があったわけではありませんが、すでにチームの施設からも離れていまして、ラウリーの自宅があるヒューストンにどうも戻ったようですね。ラウリーは今季でメッツとの2年契約が満了しますので、これでおそらくメッツ退団となってしまうと思うんですが、今回はですね、そんなラウリーのメッツ時代を振り返っていこうかなと思っています。はい、でラウリーは2018年のオフにメッツに移籍していまして、 FA での移籍だったんですが、2年総額2000万ドル、当時のレートでいきますと大体1ドル113円程度でしたので、まあ、22億円23億円ぐらいの契約でメッツに移籍しているんですね。この年のメッツは結構大補強に動いていまして、このラウリーとの契約の直前にはマリナーズとのトレードでロビンソン・カノー、そしてエドウィン・ディアスを獲得したりと非常に積極的に動いていたんですね。ラウリーは2017年2018年とアスレチックスで活躍していまして、特に FA となる直前の2018年は34歳ながらキャリアイヤーを送りまして、この年23ホーマー99打点と、これまでどちらかというとそこまでホームランを打つタイプの選手ではなかったんですが、ここに来てキャリア最高の23ホーマーを記録したりと、一気にですね FA 選手としての評価を上げました。そういった活躍が評価され、またメッツの GM となったブロディ・バンワゲネン GM の代理人時代のクライアントにラウリーがいたという縁も手伝ってメッツ入団となりました。メッツではサードのレギュラーとして期待されるとともに、ラウリーが持つユーティリティ性、まあ、ショートやセカンドを守れる器用さというところも非常に期待されていましたね。ただ一方で不安材料もありまして、ラウリーは怪我の多い選手としても非常に有名なんですね。メッツに入団するまで11シーズンメジャーでプレーしていましたが、その間通算での故障者リスト入りはなんと12回、また11シーズンプレーしているものの100試合以上出場した年はわずか4年しかないということもあって、耐久性という面ではかなり不安視されていましたね。メッツに入団する直前2017年と2018年はいずれも150試合以上に出場しましたが、ラウリーのキャリア全体で見ますとむしろこれが奇跡的に健康な2年間だったとも言えるんですね。こう言っては失礼かもしれませんが、メッツは FA 選手での失敗歴がそれなりの数ありまして、以前もこのチャンネルでボビー・ボニーヤの話を取り上げたことはありますが、メッツの FA 選手が期待していたほどの活躍ができないということが、まあ、しばしば見られるんですね。そういった、まあ、過去のトラウマではないですけれども、果たしてラウリーが期待通りの活躍できるのか、そもそも期待通り試合に出場してくれるのかというところがメッツファンの間でも少々不安視されていた印象がありますね。あとはカノーを獲得してさらにジェフ・マクニールが台頭している中で、果たしてラウリーいるのかという声もありましたけれども、まあそれは置いといて、ただこのメッツファンの不安というのは残念ながら的中してしまうんですね。移籍1年目2019年のスプリングトレーニングでラウリーは左膝の違和感を訴えまして、それも2月の段階で違和感を訴えた結果、スプリングトレーニングをほぼ全休してしまいます。この影響で開幕間に合うことができなかったんですが、その後のリハビリでさらに右ふくらはぎも痛めてしまって、ラウリーの復帰はどんどん後ろにずれ込んでしまったんですね。でなんとか9月に復帰することはできたんですが、ただ守備につけるほどの状態ではなく、起用は代打に限定されました。ラウリーは9月代打で9試合8打席に立ったんですが、7打数ノーヒットフォアボール1つと、これだけで彼のメッツ1年目は終わってしまいました。もちろん怪我のせいではあるんですけれども、少なくともサードのレギュラーとして期待して獲得した選手の移籍後1年目としてはあまりに物足りない1年目となってしまいましたね。そして契約最終年である今シーズン、カムバックを目指し、ラウリーはサマーキャンプにも参加はしていたんですが、体の状態は思うように回復せず、サマーキャンプでは左足に大きなニーブレースを装着している姿もこちらのツイートの通り目撃されています。で結局開幕直前に故障者リスト入りしまして、その後はほとんどですねラウリーに関する情報が流れないまま、冒頭でも言いました通り今季絶望という形になってしまいました。でこのままメッツ退団となれば、メッツは昨年の8打席のためにラウリーに2000万ドル支払うことになりそうですね。まあメッツとしてもラウリーの怪我がここまで長期化してしまうのは想定外だったでしょうね。確かにラウリーは怪我の多い選手ではあるんですが、シーズン丸々プレーできないということは今までなかったので、
まさか2019年のほぼ全て、そして2020年シーズンに至っては完全に試合に出場できないということは全く想定していなかったでしょうね。そして何より本人にとっても悔しい2年間となっていますよね。期待されて FA 移籍してきたにもかかわらず何の成果を残すこともできていませんし、本人も怪我に関するインタビューの中でグラウンドに戻れるよう努力するだけと語っていたことがありましたが、チームに貢献したいという思いがありながらもそれが叶わないという状況は非常にもどかしいものはあると思うんですね。ただもしこのままメッツ退団となれば、ラウリーとの2年総額2000万ドルという契約はチーム史上ワーストの契約の一つに数えられるでしょうね。まあ全く意味を持たない計算ではありますが、ラウリーの2019年の8打席のために2年間で総額2000万ドルを支払ったわけですから、単純に考えますと1打席あたり250万ドル、だいたい3億円程度支払ったということになりますし、でさらにラウリーはユーティリティ性も期待して獲得したにもかかわらず、結局一度もメッツでは守りにつくこともできませんでした。こういったことも考えますと、まあ、契約の総額自体は近年の MLB の中ではそこまで高い契約に部類はされないとは思うんですが、ワーストの契約の一つになってしまってもおかしくはないのかなと思います。ただメッツにとって幸いだったのは、ラウリーの不在がほとんど影響しなかったというところですね。サードのレギュラーにはトッド・フレイジャーがいましたし、また2018年彗星のごとく現れたジェフ・マクニールは、2019年、2020年とルーキーイヤーの活躍は決してまぐれではなかったことを証明していますし、他にも JD ・デイビスが台頭したりと、ラウリーの不在を感じさせない内野の布陣ではあるんですね。これを不幸中の幸いと言うべきなのか、あるいはラウリーと契約した時に言われていたように、そもそもラウリーを獲得する必要はあったのかというところは議論の余地がありますが、少なくともメッツにとってラウリーの不在がそこまでダメージになっていないのは間違いなく良いことではあるのかなと思いますね。はい、そして最後におそらくメッツを退団するであろうラウリーの今後について話して終わりにしたいと思います。ここ2年間満足にプレーすることができていないラウリーですが、来季開幕直後に37歳になるんですね。でここ2年間守りにつけていない彼の体の状態、特に膝の状態を考えますと、もう守備につくのはかなり厳しいのかなと思ってしまいますね。となると彼の一つ大きな魅力であるユーティリティ性が損なわれてしまいますので、ジェド・ラウリーという選手の価値というところで考えてみても、メジャー契約は厳しく、まあ、マイナー契約が現実的かなというところですかね。もしかしたらマイナー契約すらなくこのまま引退という可能性も全くなくはないのかなと思ってしまいます。健康であれば多くのチームにとって魅力的なオプションであるラウリー、その健康であればというところがずっと課題なわけですが、果たして最後にもう一花咲かせることはできるでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、 MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。